どうも笠に丸文系担当吹きの塔です今日はですねリクエストがあった小論文についてやっていこうと思いますではよろしくお願いしますまず小論文と感想文についてすごいごっちゃにしてる人が多いんですよね、まあ、皆さん多分小学校の宿題とかで読書感想文とか書いたと思うんですけども感想文っていうのは自分の意見をつらつら言うのが感想文こう思ったこのようになったらいいなみたいなんとかそういう風に自分の 主観に基づいて書くのが感想文です。だから、感じたこと、感想の感ってこの感じるって言うじゃないですか。だから、感じたことを書くのが感想文です。一方で、小論文っていうのは、論文なんか学会とかで発表する論文を小さくしたバージョン。なんで、考えたこと、私はこのように考えてますって書くんですよ。今日何が感じると考える、何が違うかって言ったら、この感じる方は主観、自分で思っていること。 一方でこっちは事実とかその法則に基づいて書くことを書くものを小論文っていうふうに言います。だから事実に基づいて私はこのように考えますっていうふうに書くのが小論文です。例えばまあこれはこれでちょっと一旦終わりなんですけど例えばで言うと感想文で言うと悪く例えばこのまま地球温暖化が進むと悪くなるのではないかと思うとかいうのもやっぱ感想文っぽいんですよね。 ではないかっていうで推測で書いてるのが一個ダメなんとあと思うっていうのはやっぱり感想文っぽくなっちゃうんでここにも書いてるんですけどもだから思うっていう表現はあんま小論文ではですね使ってほしくないなっていうふうに思いますじゃなくてあのこの地球温暖化に警鐘を鳴らすとかやったらちょっとかっこいいですよねだからそういうふうに考えたことを書くっていうふうに意識してほしいなっていうふうに思いますでここ一番大事ですね 小論文の構成ですまず、まあ、いろんなタイプの小論文があってその大学によって違うくて一概には言えないんですけども大体いい基本はまず絶対に結論これはもう100%ですだからそういう題材があって自分はどのように結論,結論を書くかっていうのを先に考えて頭の中で結論で理由を3つぐらい頭の中にあの上げてから書き始めてほしいです だから最初に結論、まあ要するに自分の意見を書いてほしいなっていうふうに思います。で、たまにめっちゃフリーなやつが、フリーな小論文があって、そういう時は問題提起から始まって、この問題に私はこのような意見があるよっていうふうに書いてくれたらいいなと思います。その時でも結論を一番最初に書くっていうことを意識しておいてほしいです。で、長々書くのではなく簡潔に書くっていうことで、 たまにこの序論、このカッコ1っていうのは序論なんですけども、序論をなかなか近年では何とか何とかと言われているがとか、そういうふうに書くんじゃなくて、シンプルに自分の意見をあの大学側求めてるだけなんですよ。こいつはどんな考えをしてるんかっていうのを求めてるだけなんで、だからまずは結論から書き始めてほしいなっていうふうに思います。次、理由ですね。理由を今3つって言ったんですけども、まあ大体2つか、1、2、3個ぐらいで、まあ3個がベストですかね。 文字数にもよるんですけども大体3つぐらいで書いてほしいですでこれもさっき言った通り感想文みたいに主観ではなくとにかく具体的にそしてどういうふうに具体的にしていくかって言ったら偉人の行動がおすすすめっていうことですね僕自身はこの小論文書いたことあるんですけどもお箱ネタを持ってましたキップラーのネタを使っていつもいつもこの同じようなその 与えられた題材でも同じネタを使うことによっていろいろ改変できるんですよね。テプラーでもいいし、エジソンでもいいし、ガリレオでもいいし。なんか何でもそういう風に発見ってやっぱ偉人の出来事っていうのは発見があるじゃないですか。なんか結構応用が可能なんですよね。だからネタ帳みたいなもなんか小論文のネタ帳みたいなの多分ググってもらったらいっぱい出てきます。中はね、それを自分のアホネタとして持っとくのもすごいありやと思います。で、まあ自分の体験談もまあなしではないんですけども僕はあんま おすすめしないですかね。なんでかって言ったらちょっと弱いなーって思っちゃいますよね。この偉人の行動とかは、はっきり言ってみんなが調べたり出てくるし、みんな知ってる行動じゃないですか。けど自分の体験なんてやっぱどうしても主観が入ってきちゃうんで、それよりはやっぱ偉人の行動の方がいいかなって僕自身は思います。で、最後には、これが序論、本論、結論っていう感じなんですけども、最後の段落では結論を言い換えて、再度、もう一度、全く同じことじゃなくて、ちょっと、 論は筋が通るように一貫するようなんですけども、もうちょっと言い換えて、再で言うと、なおよしっていうことです。もう全く言い換え言葉が思いつかんであったら、そのまま変えても、まあ最低限の原点で抑えれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、小論文でここは確認せよっていうことで、まず、論が一貫しているかどうか。論がずれてたら、それはもう小論文で一番やったらあかんことですよね。で、論が一貫しているかっていうのが一番大事なんと、 もう一個、テーマの意味を捉えられているか。これもすごい大事です。例えば、うんと、何かの意義を答えようと言われた時に、意義っていうのは要するに重要性ということですよね。だから、重要性を答えるんじゃなくて、例えばここがいいと思います。ここが悪いと思います。じゃなくて、重要性、要するにいいポイントしか答えないで,答えないでねっていうふうに、その小論文では言ってるわけですよね。だから、テーマの意味を捉えられているか。 話の論が一貫しているか、ここを間違ったらもう大幅な減点を食らうことになります、小論文は。だから、このここが一番大事、話が、論が一貫しているか、そしてテーマの意味を捉えられているか、ここはね、絶対に確認してほしいと思います。次、自分があやふやな知識の言葉を使ってないかっていうことです。例えば、なんか、この作文とは書いてると、ちょっと格好つきたくなって、変な四字熟語を使ったり、 ちょっっと知らななないいたたりしたくなるじゃないですかでもそういうのを使ったら別にカッコつけてほしいわけじゃなくてそのいつも論を聞きたいだけやから全然難しい言葉を使わなくても大丈夫ですだから確実に知っている知識の言葉を使ってほしいなっていうのがあります漢字もそうで漢字も例えば知らない漢字皆さんいっぱい多分もう僕自身だって漢字あんま得意じゃなくて間違えそうなことあるんですけども間違えそうなったら左側で書くっていうよりは 言葉を言い換えてほしいなっていうふうに思います。同じような言葉でもっと簡単な漢字が使えるもんがないかなっていうふうに探してあげてほしいです。で、最後です。小論文勉強法。まあ、これがもう絶対一番いいのが学校の国語の先生とか、まあ、予備校を通ってる日だったら予備校の先生などに添削をお願いしたら絶対にやってくれると思います。僕もたまにこの添削とかもするんですけども この学校の国語の先生とかはやっぱりす,すごいやっぱそういうのをどうしてもやっぱ生徒に成績伸びてほしいっていうのはどっちも学校の先生も予備校の先生も思ってると思いますだからこの添削をお願いしたら喜んでやってくれると思いますで自分の癖とか悪いとことか見抜いてあのくれるんでね先生とかはだからぜひこの添削をお願いしてほしいなっていうふうに思いますでもう一個いいなって思うのがこの上手い人の小論文を書き写して真似てみるっていうことです 小論文これ書き写して真似てみると、あ、こういう風に論が構成されてんのか、あ、ここでこういう文章入れたら良くなるなっていうのがわかります。ただからこれも全然ググってもらったら多分いっぱいうまい小論文出てくると思います。だから書き写して真似てみる。まあ、あとはあの赤本とかでも載ってると思うんで、その見本を書き写して真似てみても上達につながるかなっていう風に思います。では今日は終わろうと思います。どうもお疲れ様でした。